康家康1年間、まあ、ほぼ1年間見てきましたけど、はい、どうでしたか、まあ、どうちゃん見て。そうですね、いやもう本当にこういろんな意見がもう飛び交う、うんうん、作品になったのかなというふうに、ね、思いますけど、はい、はい、うん、なんかこうやっぱりこう視聴者が見てて、そんなことになるのみたいな、うんうんうん、まあ、ツッコミも結構多かったかなっていう、はいはいはい、今までの作で全くないですからね、うん、二条城だってこれあの入れ替わり立ち替わりでね、うん、はい、こうやっていくのもまたすごいからね。そうですね。ね、上段下段、はい、下段上段とあんなあの譲り合ってるっていうのはなかったですよね。うんうん、本当にいろんな仕掛けがあったなっていうふうには、はいはい、思いますけど。うん、まあでもやっぱり結構序盤の方でそのセナの話が結構やっぱりあったっていうのが、そうね、意外だったというか、あ、こんなにやるんだみたいなのは。有村架純ちゃんがやっぱりね、セナ姫で使う以上長いね、池上君子さんもうちょっと早く殺されてた。そうですね、まあ、まあ、姫、そうちょっとなんかやっぱ嫌なセナ姫っていう感じでしたけど、うんうんうん、まあ、今回の、まあ、有村さんは、まあ、やっぱりちょっとヒロインとして可愛いし、家康の、ね、理解者でもあるみたいな感じでしたもんね。そうそう、だってあの今川のところでさ、なんか木持って木こりみんな木を作ってさ、こうやって「何で楽しいんですか？」って二人でさ、ラブラブだったじゃない、なんか松井潤さんと、ね、有村架純ちゃんがね、瀬名姫が。そうですね、まああの流れ、だからあの向かい、うん、あのちょっとこの間の時計のとこも分解したやつ直してたもんね、はい、ああそうですね、ああいうの好きなんだよね、本当はね、戦なんか嫌いで、うん、家康ってこうやってプラモデル作ってるのが一番いいんだよ、だからプラモデルが、そうですね、あの浅間神社、はい、プラモデル、あ、家康はこうプラモデルとか作ってるのが好きなんだよね、ボンドであのなんかいろんなの作ってるから、はい、あの機械もやって、時計ってなんでこんなにできるんだろうっていう、くる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 って、あの久能山に置いてあるの、クロックです、はい、あのミューラーに、ミューラーアンジンがクラック、クラック、クラックです、クラックです、船また作りますか、船じゃない、凹凸だみたいなね、もうちょっと日本語上手かったと思いますけど、船ですか、凹凸ですか、何は残りましょうか、そんな方々ではなかったですけどね、ね、はい、まあ、セナって本当は怖いでしょ、まあ、僕もね、すごい怖いイメージありましたし、うん、やっぱり家康とその別居してるじゃないですか、うんうん、浜松と岡崎で、そうそう、うん、だからやっぱり瀬名はちょっと怖いというか、まあ、家康の中はあんまり良くなかったんじゃないかなって思ってはいます。そうだよね、歴史上の瀬名は、ね、はい、それを今回は仲良しっていうことで、まあ、いろいろ途中でね不倫とかもあったりしちゃいましたけど、あ、まあ、仲良くっていうことで描こうとしたところは、まあ、この賛否両論あったのかなと思いますね。 あるね、うん、あの大賀や四郎と不倫をするっていうのが前の家康ではね、はい、描かれてたし、7つ上で、はい、ちょっと年上で、うん、なんかこの側室に手を出す家康をもう許さない、ずっと怒ってるからね。ああ、そうでしたね。瀬名は、はい、あの瀬名をあんな優しい瀬名にしたっていうことが、あの時違和感があったけど今い、うん、ないんですよ。はい、不思議だね。1年間見てると、はい、浜名湖のあたりかな、はい、最後そうですね。亡くなるシーン、はい、あの振り切って死んじゃいましたけど。あそこの大ネズミに切られているところの瀬名は。あ、もう僕も何歳だろうと家康とは違うよね。そうですね、もう僕瀬名の方に入って、そんな前の家康が消えちゃった。ああ本当ですか。あの瀬名、それが良かったと。有村さんの瀬名がある、うん、前はね池上君さん怖かったもん、うん、あれがまたあれもあれでまたね、うん、たまんなかった。たまんなかった。強いし、今川のね、あの今川義元自体が昔は悪く描かれるから、今川のところの鶴姫と亀姫、もうの瀬名姫は悪い人でしたもんね。そうですね、だから今回はそのちょっとその代わりといったらなんですけども、うん、最初ちょっとその五徳姫がちょっとやっぱ嫌な感じというか、うんうん、なんかこうみんなを見下してる、うんうん、私は信長の娘ですよみたいな感じで、僕はそれがたまんなかったです。ああ、しおりちゃんのそういうところがね、うわーっと思って、うん、でもどん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 こう柔らかくなっていくじゃないですか、家康と、うんうん、家康側とか徳川家と仲良くしていくっていうのも良かったですし、うん、しおりちゃんがだんだん、はい、五徳をこんなに悪くすると、やっぱ瀬名が引き立つっていうのはありますよね。五徳家のあの岡田純一さんが分かってるから、五徳よ、分かってるの、お前は小田原の使いで常に
情報をこっちに送れよっていう、そうですね、監視しとけっていう、監視しとけって言ってましたから、うん、でも徳川の実機の中で耐えられない耐えられないで瀬名姫の渡る世間鬼ばかりが来て、はい、もう耐えられなくて、はい、手紙書いちゃった、そうですね、そうそうそう、そういう最初から女王、うん、デロデロセブンじゃないけど、はい、もうなんかね、織田のためなら何でもやるような、はい、徳姫に惚れたでしょ。僕は惚れましたね。そのもう最初はまあその信長に言われた通りやってましたけど、うん、やっぱり女王が入ってきて、ちょっともう涙を流しながら手紙書いたりとかしてる姿がもう本当けなげで、うん、素敵だなと思って、もう惚れちゃいましたよね。なんかそういうパターンであるよね。だんだんこの悪い女性で入ってきたけど、最後はスパイだったっていうのが分かってるような、あの龍馬伝のあの蒼井優ちゃんみたいな、そうですね、福山雅治さん、お前は自分の好きなとこに行くがじゃ、これは見なかったことにするって山ちゃんとこ行っちゃったけど、ああそうですね、うん、言ったけど、なんかああいうなんか少しあるよね、最後なんかいい人になるんだとか、瀬名は最後まで悪かったね。そうですね、なんで瀬名はそこまでいい人にしたんですかね。そうですね、まあだからそこが一つやっぱ挑戦なんですかね、今までと違うものを見せようみたいな、うん、まあ、あとやっぱりこう結構